い、レディーゴー。ねえ、すごいね。名もなき知らん。名もなき知らん。これ、公平地の目のやつです。目のやつね。うん、ズルをするやつ、ね。ズルするやつ、ね。俺が。ズルして勝てた試しがねえから。じゃあもうズルやめろよ。
はい、APS 新潟公式の当日の朝になりました。これからバスの方で、サントピアワールドの秘密基地の方に移動して公式になると思います。はい、頑張ります。頑張ってください、はい。ちょっと中にもあるんだろうな。ちょっとちゃんと入るところ取りたかったね。何してんの。インドアシューティングフィールドみたいなのが、おはようございますお、これもしかして今出演できてるんですか。撮ってしまってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大竹もついてましたよ。あ、もうつきました。はい今日はフロンティアさんも出店されてます。じゃあ赤と。あ、マジですか。あと30分ぐらい。受付ってどこであるんだ。あの、どんどん取っていただいて、あまり。受付ってどこでさせていただいて。こちらになります。こちらで受付になります。あの、皆さんに、あの酒井さんのあのお茶にとって1本用意してますので、あ、受け取っていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジャッジの人が説明会朝集まってやってます。翔さんと浩平ちんです。浩平ちんは早朝からバイクで新潟まで来ました。すごいよね。音楽乗せられてるじゃないですか。APS3 の OR でオープンで、4000になりました。はい、それではですね、4000円ちょうどのお預かりです。どうぞお持ちください。はい、それではこちらの方を渡しますので、よろしくお願いいたします。
茶いただきました。ありがとうございます。ではですね、まずここに城を、白孤独の野菜を作ってから、こっちのギラキー貼るのって、これから丸く入ったんだけど、一緒やなかった。俺はね、さっきね、逆に貼って、一般に直した。了解です。何もなかったら、こうやって貼り直した。OK、ありがとう。県に行きます。出てる間に大竹君がめちゃめちゃ売りさばいてる。売りさばいてる。すごいいい仕事してんじゃん。お前に。マジで。すごい。社長に報告してこよう。まず、プレート3枚。出る。桜井さん、これ吸いたいんですけど、何度吸い込んでみても何の味もしないんです。何の味もしない？六章さん、そのタバコに火をつけるライター持ってますか？ライター？そんな時はこれ、ライター。これで火をつければいつでも快適な喫煙ライフが送れますよ。素敵だ。でもそれお高いんでしょ？いいえ、こちらたったの500億ドン。まあ安いのか高いのかよくわからない。
にゃん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 超合金文化センター。トラブってしまいました。でも最後だけ良かったんで。いや本当素晴らしいです。それまでやらかしてたんで心が軽くできました。良かったです。ありがとうございます。実は負けました。あれすいません、抑えられませんでした。ウルザイで7点差をつけられました。本当ですか、すごいですね。なんか動画4点とか出してるんで。これから頑張ります。次社長なんですか。プレートですね。プレートですか。はじめまして。撮ってもいいですか。声優さんなんだよ。あの前回以前カラオケの配信の時にしました、はい、ガラスの少年歌っていただいて大変に喜んでいたものです。だいぶ酔っ払ってました。めちゃめちゃ成績今日初参加ですね。良、ね、かったですね。来年は桜井さんも私のセンスがない。いやだって麦ちゃんは動画とかもたまに拝見してますけど、うまいですもん。普通にうまい。ねえ、そうだよ。はい。さすがです。プレートは。そうだね。問題です。いやー。早く終わってほしい。早く終わってほしい。ここまではいかないけど、まだ大竹の眉間は一発で。そういう興味はない。まだまだ終わって。あもう一個ね、もう一個ね。いいね。リアルに憧れたやつが買っちゃうやつ。トルネードですね。トルネードです。何やトルネードですか。これも合わせだったり憧れてますね。そうですか。さん競技です。国家を
ザイクかけてる見せてくださった PS3 誰かと思ったねえ、すごいね名もなき知らん名もなき知らんのノンキャーさんのどうしてもなんか首が当たったっぽいです PS3 から誰が当たったんだろうすごいな名もなき修羅が名もなき修羅とか言うな春子が誰につけてやられちゃって名もなき修羅が当てましたさん何してるんですか？ああ、桜井さん。このライター持ってるんですけど、このライターに何度火をつけても、ちっとも息抜きができないんです。息抜きができない？はい。六章さん、そのライターで火をつけるタバコ、持ってますか？タバコ？そういう時はこれ。紙巻きタバコ。これに火をつければ、いつでも息抜きができますよ。素敵だ。でも、それ、お高いんでしょ？いいえ、こちらなんと、1本250億ギニー。まあ、安いのか高いのか、やっぱりわからない。にゃん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 。にゃん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 。にゃん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 。超合金文化センター。てるけどあえて名前呼びしてる。だって俺も娘にお母さんって言っちゃうときあるよ。それはない。それはない。じゃあそろそろ準備の方。あ、違った。例え違った。だいぶ違ったんじゃない？うん。じゃあどうぞ。はい。重厚カバーを外してセーフティーをかけたまま一度だけサイティング練習を行ってください。はい、よろしければ、スタンバイ姿勢でお待ちください。トッピングは、はい、はい、OK です。それではブルズアイ競技を開始します。ブルズアイ第一ターゲット、スタンバイレディーゴー。
第2ターゲットスタンバイレディーゴジャッジが いや、どうなんだよ、落ちましたよ、今日何かあの一生に関わる点はつかないから、そうですねそれ頭下げると思う、つらいんだろうんですけどね。1枚目が10、10X8、10、5で43の 1X、はい、2枚目が5、10、10、10、8で43の 0X、はい、はい、1枚目が XX815 で43の 2X、 2枚目が881010で46の0、はい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 、合図が変わってしまう。ピーで、ピーで、逃げる。逃げるか、チビ。競技、競技じゃない。競技、信じてる。新潟まで来て。東京でやればいいじゃん。準備ができました。あれ15カバーを外してください。セーフティーをかけたままトリガーにかけず、最初に狙うターゲットに対して一度だけ最適でしょ、こうなってますね。え、ここが、ああ、右から、はい、右から軍隊競技を開始します。軍隊のターゲットスタンバイ、レディーゴー。はい、準備ができましたら、3倍制で終わります。はい、プレート競技を開始します。プレートスタンバイ、レディー。
レートスタンバイレディプ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 レートスタンバイレディを競技を再開しますプレートスタンバイレディ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 ー競技終了です。ゲームというわけで15パパをお願いします。ブルズの二重丸あるでしょ、白に。二重丸の下に打ってんの予想して。ここなんでターゲットが見えてるの。ああ、もう死んだんじゃん。声を通してる。死んだんだ。すごいモヤモヤの間から白いモヤモヤが見えてる。すげえ修行じゃん。あれじゃん、現世の欲にまみれてるからそういう風になっちゃってしまう。失礼だな。失礼だな。ああ、口が滑ったわ。年上になんてことになってしまう。やらって気づくんだ。マジで。あれだよね、でも過ちは犯してから気づくことが多いよね、大体かっこいいよねかっこいいよねでしょ、これしまうマジで危ねえ危ねえ読みましょう
ラブルは起こさないに限ります。掘り直す。一度捨てたくせに。お前が俺たちは捨てた。嘘だ。これも一つの劇なんですかね。なんか寸劇的な。いつもこうなんですよね。どうしよう、立ち入れないと。いやでももう、だけどね、さんは BTS の、あれは年賀状送る距離がもう私たちとは。まあまあ、劇団員という、そうね、一応。でも俺は送られてくるまで送らないとか。でもあの日若干汚いですよね。ワイルドってことじゃない。うまいです。選ぶって言えることじゃないです。買い物場合別にあの、俺がメガネできてるみたいに言ってるけど、回路だらけってそのワイルドじゃないっすよ。あ、良心回路。そういうこと、そういうこと。高いだとかね、ビルの上でおかしくおかしく。誰がおかしいって言ったんですか。俺のことですか。どうでしょうね。めんどくさいでしょ。重厚カバーを外してください。ハイキング練習をお願いします。スタンバイして襟を待ちください。では、それでは競技を開始します。シルエットスタンディング、スタンバイ、レディーゴー。
いやスタンディング全敗しました。あら自分見えなくて自分見えなくて見えなくて。でもまあプロは、うん、いいかな、うん、奥がそんなに当たれば全然いいと思うんで。なんか記録されている人なんかちょっとこっちも緊張しますね。86たす36たす15、はい、137、はい、あ、放送だ。計算ミスがですね、なんかこのままあの世界中に配信されるのかと思うとですね、ちょっとあの気をつけて。そうですよね、関さんも緊張っすよね。もうちょっとやばいな。大丈夫です、後で修正するんですか。いやいや、もう起きたことは修正できないんです。137の1ということで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。遠くから本当にありがとうございました。では、すみません。89の244シュとか一発カウチでした、ね、あれどんなのその割にはっていう、うん、そう、あの列車の斜めたらパラ落ちだったんです。パンって。でもあれですよね、大竹さんとしては、うん、このところでは、うん、そう、本体が140だった。いや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 、いや簡単に簡単に言いますけど、本体が160、うん、あ140で回れる人はそんなにそこまで多くはないですか。あのそうです、お疲れ様でした。本当に遠くまでお越しいただいて、ありがとうございます。また、いやいや、気をつけてくださいね。本当に。あれ、釣りってまだ決まってないっすよね。言えないんです。言えないっすか。言えないんですよ。いや、決まっては、決まってるんでしょ。来年です。はい。次は決まってんだけど。2月ぐらいかな。わかんないけど、本当わかんない。まあね、まあ近くても遠くてもよろしくお願いします。まあねっていうところです。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。終わりましたね。お土産を東京から買ってきて渡そうと思ったんですが、チャンスを完全に失いました。いやいや、こちらこそ申し訳ない。ありがとうございます。ありがたくいただきます。ありがとうえ、次回はあの JR のご利用も検討してください。ありがとうございます。それでは最後にちょっと山中社長に一言、はい、いやいや、いや最初社長いないときはしてたんですか。いやいや、私が言うのもなかった。でもね、新潟でできたんで、あの日本のあの上の方は公式ないんで、うん、本当開いていただいてどうもありがとうございました。もうあの今日はゆっくり寝てください。だいぶあの酔っ払って申し訳ない。もう多分気分今下がってくるから申し訳ないですけど、まあ、また来年もそうですね、はい、もう頑張らさせていただきます。来年主催で優勝しました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。
分で作った車を自分で引くなんて。私ね、自分で作って、なんか10万ぐらい買ってほしいだから。マジ？さあ、メールください。メールすぎてると思う。10個カバー。あ、やった。ちょうど欲しかった。買おうかなって思って。ありがとうございます。早く声をかけなさい。何をしてるのよ。お、言っちゃいますか。ありがとうございます。痛い。はい、どうもありがとうございます。お好きなやつ。あ、出ちゃうぞ。さあ、まず1枚目。よいしょ。ターゲットセット。ブルズアイのターゲットセットですね。来た。波が。ビッグウェブ。ビッグウェブ。レッドミラーのビッグウェブ。来た。こちらになります。波が。波がね。終わった。ありがとうございます。僕が1000円じゃん。ありがとうございます。もう、運用してるのは1000円十分ですよ。見せてもらおう。当たり前じゃないですか。1000円十分ですよ。そうですね。底面の記録見せてもらおう。さあ。さあ。行くよ。うん。ターゲットセット。やっぱり練習が足んないってことですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。何がね、何が。乗れるやつ違うもんね。ビッグウェーブ。ありがとうございます。なんだあんたらは本当に。やっぱり。楽しそうで何よりだわ。